今日の鹿島の右サイドは内田と中村です。そして左サイド鈴木、真ん中金田決まってます。ペナルティエリア入って決めているシュートか、だからパスを金田来た、入った、鹿島先制。鈴木優馬から金崎、金崎今シーズン4点目。いや素晴らしい得点でしたね。前半10分でした。まあ、鈴木選手のドリブル突破から菅原選手が、ね、対峙しましたけど、はい、縦に、まあ、ここはもうしょうがないと思うんですよね、うん、このワンタッチだけです、これ遠いですね、この1対1、はい、まあ、縦に持たれるのはこれもしょうがないと思うんですけど、うんうん、しっかりとその中での、ね、マークですよね、グランパスは。でもここに来ると信じて金崎選手がこうランニングをした、こう前に1回行くふりをしながら、ね、はい、背中に入りましたよね、うん、そこはやっぱり一工夫してるんですよね。あ、なるほどね。だからこそこう